3日間で1万個完売。絶対買った方がいい。買わなきゃ損レベル。9点でもランキング1位を獲得。絶対にメガ割り初日に買うべき。あにゃーせよー、ナイニンミダー。もう少しで9点メガ割りが転載しまーす。ということで、この間ご紹介したコス RX の中で、メガ割りに買っておくべきおすすめアイテムを厳選してご紹介したいと思います。クラーン、シジャッキブルケヨ。クチューニナイン。まず1つ目はこちら。ザ・レチノール 0.1 クリーム。今レチノールクリームすごく人気ですよね。いろいろなブランドから出ているけど、コス RX からもレチノールクリームが新発売されました。普通レチノールクリームってすごい顔が真っ赤になったりとか皮むけして、それを超えると本当にサランラップ貼ったみたいなピカーンとしたお肌になるんですけど、それまでが結構大変で、顔はかなり突っ張るし皮もむけるからメイクなんて正直できないです。そこでレチノール初心者にもおすすめできるのがこちらのコス RX から出たレチノールクリームなんですけど、名前の通りレチノールを 0.1% 配合していて、レチノールなのに低刺激で使いやすいんですね。私も久々にねレチノールクリーム使ったんですけど、最近これめちゃくちゃハマってるの。これとこの後ご紹介する化粧水と美容液と一緒に使ってるんですけど、もうこれを使い始めてね、肌の調子がめちゃくちゃいいわけ。なんかね最近ちょっとなんかね肌の調子が悪かったんですよね。肌がなんかゴワゴワしてるっていうのかな。でこれを使い始めてすごいね肌がいい感じなの。めっちゃいい感じで、レチノールの効果なんですが、コラーゲンの増加だったりシワやシミの改善、肌のターンオーバーを促進してくれて、皮膚のゴワつき、キメをケアして小じわを滑らかにしてくれてね、くすみや色ムラを改善してくれる効果があります。とにかく速効性がすごいの。本当になんか赤ちゃん肌みたいな感じになれちゃいます。使用感は結構弾力感があってクリーミーな感じで、結構ねこれだけでしっとりする感じがあります。普段のスキンケアでは物足りないっていう方とか、レチノール試してみたいけどちょっと敏感肌で不安だなっていう方にね本当におすすめなので、ぜひぜひ皆さんこれはね目変わりを機にこの新発売のレチノールクリームぜひゲットしてください。今私がめちゃくちゃ推しているクリームです。次はこちら、ザ・ビタミン C23 セラムです。こちらはなんと3日間で1万個完売した実績もあるセラムで、前の動画でも私が絶賛してたものなんですけど、これは目変わりを機に絶対買った方がいいセラムです。そのぐらい買わなきゃ損レベルのセラムなの。高濃度純粋ビタミン C が 23% 配合されていて、私はビタミン C セラムが肌に合わないわっていう方、ちょっと待って、これは弱酸性なの。刺激を抑えながらしっかりと効果もあるんですね。しかもコスパが最強なの。普通ここまでいい製品って1万円ぐらいするんですよ。日本で有名なオバジの美容液もそうでしょ。これだけ価格を抑えてこれだけいい製品って本当にコス RX めちゃくちゃ頑張ってると思う。本当ありがとうございますっていう感じ。ビタミン C セラムってやっぱ毎日使って効果が得られるものですよね。効果もありながらコストも抑えたいですよね。もうこのセラムがまさしくそれなの。こちらはバズっていて人気爆発中のセラムなので、9点でもランキング1位を獲得しているから、もう絶対に目変わり初日に買うべき。匂いはねなんか本当にビタミン C 原料そのものの香りっていう感じ。でも香料の含有がないっていうのがその分わかるから、そこもすごく安心だなって思います。敏感肌って香料とかが入っているとアレルギー症状が出やすいんですよ。だからなるべくね香料とか入っていないものを選ぶのがおすすめなの。とにかく使い続けるとね、お肌のトーンが上がってからくすみがなくなるのと、コラーゲンをね増やしてくれるからシワとかにもいいの。もちろん毛穴とかシミにも効果があるし、ヒアルロン酸アラントインも配合されているので保湿ケアもバッチリ、抗炎症効果もあるのでニキビ肌でも使えます。さらに酸化濃度を遅らせるために少量のオイルがセラムの上に2層構造で膜を作っているので、安全に使い続けることができるのも最高。使用感はねとにかく伸びがいい。あとはベタつかないっていう点も気に入りました。注意する点は先ほどのレチノールクリームとの併用は NG なのと、あとはトナーパッドとかピーリング成分が入った製品とは併用はしないように注意してください。昼に使用する場合は日焼け止めが必須なので、私は基本的にね夜のみ使ってます。あとは効果的な塗り方なんですけど、まずは化粧水の選び方ですね。弱酸性トナーを使うことで、その後にこちらのビタミン C セラムを使うんですが、1分以上ゆっくりなじませた後に
に次のステップに移るようにしてください。使用期限は開封後2ヶ月以内に使用するのと、開封後は冷蔵庫での保管をおすすめします。次はもう乾燥肌さんにはぜひ絶対使ってほしいプロポリスラインなんですけど、じゃーん、プルフィットプロポリスシナジートナーです。こちらは私の一軍入りしたトナーで、プロポリスエキスとハチミツエキス 82.6% 配合、もう保湿力がめちゃくちゃ高いの。あとは鎮静までできるっていうのがすごく気に入ったのと、栄養をしっかりとね与えてくれるトナーなんですね。 T 刺激だから敏感肌の方にもおすすめだし、こちらを使うと次のステップのスキンケアの浸透率が高くなるので、まあ、ブースター的な役割にもなります。とにかくね、お肌がツヤンとしてね、弾力感がアップするのと、疲れ切ったお肌を元気にしてくれるの。だからもう使ったことない方はぜひ使ってほしいです。プロポリスとハチミツはニキビにもいいから、もう肌タイプ問わずどんな方でも使っていただけると思います。見た目はなんかドロドロしてるんだけど、意外と出してみるとそんなことはなくて、割とさらっとね馴染んでくれる感じがあります。次は私がセットで使っているのがこちら、プルフィットプロポリスライトアンプルです。プロポリス抽出物 83.6% 抗含有のアンプルで、こちらはお肌の元気がない時にプラスアルファでぜひ使ってほしいアンプルです。そもそもプロポリスはミツバチが作る天然消毒液とも呼ばれていて、抗炎症効果、免疫強化、殺菌効果などが期待できる成分なんですね。なのでニキビとか肌荒れに効果があるのと、とにかくお肌を元気にしてくれて、これを使うとさらにお肌の弾力感がアップして、もうめちゃくちゃねツヤンツヤンなお肌にしてくれるんですね。使用感はもちもちとろみがある感じで、だけど伸びが良くて奥まで浸透してくれる感じがあります。最後に私が大好きなコスアレックスのトナーパッドを2つご紹介したいと思います。1つ目はワンステップオリジナルクリアパッド。こちらはおじさんの絵が描いてある時から私が愛用していたんですが、白柳樹皮の成分が入っていて、鎮静や角質除去、肌のキメを整える成分が 85.9% 入っているんですね。 BHA ベタインサリシレートがメイクの残りだったり皮脂、角質、肌の老廃物除去に効果があって、高効能最適配合 1.0% 配合されています。もうとにかくこちらはデイリー使いに最高で、これを使うとねお肌がさっぱりするの。低刺激処方だから敏感肌でも使えるし、オイリー肌でニキビができやすいっていう方にもめちゃくちゃおすすめ。夏って肌がなんかギトギトしやすいじゃないですか。それによって毛穴も目立ちやすくなるので、皮脂の多い T ゾーンは特にこちらのトナーパッドを使っていただくのがおすすめです。とにかく今の時期最適なトナーパッドです。もう一つはこちら、ワンステップグリーンヒーローカーミングパッド。こちらは角質除去もしたいけど鎮静ケアもしたいっていう方におすすめなパッドで、西洋のタンポポエキス、ツボクサエキス、ティーツリーハエキスなど、もう鎮静に最適な成分がたっぷり入っているの。しかも角質除去3の成分の中で最も刺激が少ない PHA 成分が入っているので、敏感肌の時って角質ケアアイテム使うとひりついたりすると思うんですけど、こちらはね刺激を抑えながら角質ケアができるんですね。だから私もなんか肌ひりつくな、鎮静したい、だけどトナーパッド使いたいっていう時は必ずこれを選んじゃいます。なので敏感肌でなかなか角質ケアができないっていう方にとってもおすすめです。私がトナーパッドを使う時はスキンケアの一番初めの段階、あとはメイク直しの時に使ったりもします。もうトナーパッド使うだけでね肌質が本当に変わるので、もう使ってない方今日から使ってください。はい、ということでですね、今回はぜひ目代わりで買うべきコスアレックスおすすめの商品のご紹介でした。目代わり価格でさらにお得なショップクーポン付きで超お得な価格でゲットできちゃうので、ぜひぜひお見逃しなく。購入先はすべて概要欄にリンクがあるので、ぜひそちらもチェックしてください。今年中にチャンネル登録者1万人を目標としています。ぜひまだの方はチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。クラーンブリンターメマンだよ。あんにょー。